釈迦様のおっしゃった通りにアナウンサーがされたと。するともう苦しみから逃れ長生きをすることができたというような内容でございます。そういうことが説かれているわけでございます。まあ今ではのお世話と申しますのはお盆の季節にやるようになりましたので、本来は牡蠣に供養するということでございますけれども、今お寺ではご先祖様の供養を並びに、新しく仏様になられた方の専門供養と申しますけど、それと同時にこの三階万霊塔というのをそこに塔が真ん中に、位牌を、設置いたしました。供養を出しております。三階万霊塔と申しますと、この世のこの生きとし生けるもの全ての生き物の霊を供養しようということで、自分だけでなく人のものも、全ての供養を、出しましょうということで、このお世話に出るようになります。始まったわけでございます。よくその人の耐え皇帝やりたや売れすずめという句がございますけれども、まあ我々普通の感覚からすればそういう感じが普通でございますが、この字を一字変えるだけでですね、全く違った意味になってまいります。人の体じゃなく人の他も大手やりたや売れすずめというようにすれば、わけみんな自分のだけでなくですね、人の他もみんな大手やることになるということで、わけ隔てなく幸せになり救われるというようななるわけでございますが、お世書きの意義というのはそんなところから来ているんじゃないかと思います。そんなことで、これからお世書きの目標を始めさせていただきたいと思います。ご自分の方が恐れましたら、始めますのでしばらくお待ちいただきたいと思います。大変もう暑い日が続きますので、これからお盆にかけまして、どうか熱中症等に十分お気をつけて、お盆を迎えていただきたいと思います。ではよろしくお願いします。